カスタム2何だって2どうして2になるか言ってごらん、説明してごらん。じゃあまず3たす1はまずここやるんだ、4で覚えといて、うん、覚えといて、そうそう、4と2で6で6から4引くと2。正解、みんな手叩いてあげて、あとで多分ご褒美のなんかもらえるぞお前。じゃあこれわかる人、真ん中からやんなきゃいけない、そういうことなの。格好の中、前島くん4どうして4になった？格好の中を先にやって、うん、これいくつ？格好の中いくつになる？これ3では4から1通ると1で3と、いくつ？4。素晴らしい、あんた先生より早くできるじゃん、正しい。じゃあこれ、なんか過去、なんか過去の、今度こんなに大きな、はいはいはい、スイさん、レ、どうしてレなの？3たす4引く1は、うん、6。3たす4引く1は4？ 6。6で6引く6はレ。あんたそんなに素晴らしいの、見直したね、素晴らしい、超天才。あんた僕ら頭いい、悔しいけど顔は僕の意見だな。あんたらいい、あの人の顔猿みたい、林ひろしの顔ね、あっさずだね、たぬきだよ、たぬき違う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 、ここね、ちょっと見にくいって引くだからな。さあ、これわかる人、これ過去の中を先に、はいはいはい、川田君手挙げたね、はいはいはい、過去の中を先にやる、はい、ボールが見てる、こっち見てるえ、あっち見てるよ、ちゃんとちゃんとこっち見てるのさよ、だって目が合うじゃない、これ視線が合うってことはおかしいんだぞお前、だいたい僕とあんたと、ここ、じゃあ光太くん7？ え？ 7？ だって引くが真ん中にあるじゃん、ここに真ん中に引くがあるんだぞ、これ42って言うんだぞ、これ42、あんた笑ってないで答えなさい、そのこと言ってんなら、だから何よこれは、ちょっと早くさしてよいいか、まずカップが2つあるときは前の方から行くよ、光太くん見て、1たす4はいくつだ？5。でこっちの次の角いくよ、2たす3は5。じゃあここに真ん中何がある？引く。だから5引く5は0。5引く5は0なんだな。よし、じゃあどんどん難しくなるよ、いよいよ、いいね。ねえ、それでもプリントはあるけど、これはあとでもう一つあるけど待っててよ、これこれ計算してみてください。はい、まず括弧の中先にやるんだぞ、はいはい、みんな手上がれば待ってんの、はい、まずここ見てみろ、3引く1は2、これは覚えておくの、2、なんて言った今福先生、2と覚えておくので、2たす1は3から2を取ると1と覚えておいて、それ2を足すと3。答え分かった人、はい、僕言っちゃった、なんでみんな言ってみろ、3言っちゃったもんな。じゃあこれ、ここちょっと見にくいけど足すっていう記号あるからな、見えるか、こっちの人見えないけど、だからこっちこう言ったの先生は、はい、それでもこっちの人見えないけど、大丈夫、ここの人が見えないけど、それとも林ひろしが見えないけど、はい、僕見えるもん、はいはい、分かりした、これはいはい、分かるから手当てしちゃう、いいよ、設定やれば、格好の中を先にやる、今日の一番大事な勉強はそこなのよ。じゃあどこだろう、まず括弧の中やってみるよ、3引く1は2、2引く1は1、だから覚えておいて、3引く1は何だった、3引く1は2、2引く1は
1。分かった？覚えた？覚えた？それじゃあ2たす3。どうしてここは2たす1、2たす2は4でしょ。これ2だったで。で2に何を足すの？4に5、1。そうすると答えいくつ？5になる。4に1つ。4、5か。これ何カタ君、これいくつ？ 5。 5？ 5。じゃあカタ君ちょっと聞いてみる。どこ一番最初やればいいの？これ3-1。これいくつ？2。じゃあ 2-1 は1でしょ。でこれ2で1、覚えといてよ、覚えといてよ。これ2と1だってこと。で2足す2は4。4に1足したら5。5でしょ。5って言った。ねえ、よかったね、素晴らしい。じゃあ小田君一番最初やるとこどこなの？これは 3-3 はいくつ？0だな、0、うん、そしたらこれ0だと覚えておくんだぞ、うん、じゃあ小田君4足す2は6。6から0を取ると6。で6から5を取ると1なん。答え全部出してるし。 1だと思った人じゃ、じゃあ今度斉藤さんにやってもらおう。斉藤さん一番最初どこやるの？4-2。4-2はいくつ？2だろ。じゃあ3-これ何だった？2。3-2は1。それに1を足して2。2に2足して2に2、4。さあそこで今日はチャンプゲームをやります。何それ？チャンプゲームっていうのはこれから問題を出します。それで後で合ってるかどうかを、何やってもらいますか。小さい折り紙をあげますので、これにまず名前を書いてください。鉛筆出してよ。赤さん、これ4枚書いてくれる？じゃあ名前を書いてくださいよ。まだもらってないし。そう、ごめんなさい。でね、約束、隣の人を見て書いて、書いちゃいけませんよ。え、どっちに書くの？名前書いてよ。どっちでもいいよ。今日はあとで、裏に名前書くの？どこでもいいよ。後で集めますから。裏に名前書くのか、鉛筆。本当に今日寒いね。また雪が降ってきましたよ。そうだよ。雪は うるさい。 BGM だ。あなたは来ない。よし、じゃあ問題、名前書きましたか？ではこの問題を解いて答えだけを書いてください。黙ってやること。答え言っちゃいけませんよ。問題を見て答えを言っちゃいけませんよ。その答えをその紙に書いてください。答えだけを書いてください。端っこに。いや、この問題を見て答えだけを書いてください。小田君、こっち見て。もう閉まっちゃうぞ。答えだけをそこに書いてください。できたらその紙を折り曲げて、答えを書いたら折り曲げてください。カッタ君、答えを折り曲げて、今日見られないように。おお、横見ないぞ。約束は括弧の中を先にやる。言ってごらん。さん、はい。括弧の中を先にやる。はい。
もういいかい？もういいよ。できた人はあずこ先生に渡してください。じゃあ、まあ、なんか思った取り方に書いておきます。集めるぞ。タイムアップにするぞ。しまち？じゃあ出して。よし。じゃあこれから答えを発表しますが、合ってる人だけの名前を言います。で、今日は合ってる人にはご褒美があります。今日のチャンプ問題はこれでした。今日のね、ご褒美がね、これね、3D パズルなんです。何それ欲しい。ね、これね、うまく作るとエッフェル塔ができます。うまく作ると万里の長城ができます。うまく作ると、凱旋門、パリの凱旋門ができます。いろんなのできるんですが、一番難しいのがタージマハール。そりゃそうです。これは難しい。このお城ができます。当たってた人に今日あげます。好きなのをあげます。いいですね。では答えを発表します。答えは惜しいな。正解、鈴木さん、みんな手叩いてあげてよ。真島くん、みんな手叩いてあげてよ。前島くんと今日は鈴木さんがプレゼントをもらいます。じゃあ答えを言いますからよく見ててくださいよ。括弧の中を先にやる。 3-1 は2でしょ。覚えておくんだぞ。 4-1 は3。 4-1 は3。覚えておくんだぞ。だからここから 4-2 はこれ2だから、 4-2 は 2+3 は2+3 は5。から3取ると2。5から3取ると前島くんと鈴木さんは合ってました。素晴らしい。じゃあ好きなの選ばせてあげる。どれにする？どれにする？はい、いいよ、同じもの。はい、選んでください。これ一番難しい。39ピース。 3D ってこれをこうやってつなげていく。そう、こういうのちゃんとできるの。 3D と、はい、選べ。はい、エッフェル塔。カタくんは何、マジムくんは何欲しい？タージマハールとガンバンジの頂上。これも望むんです。お父さんです。どうする？じゃあ